マイナビネクストヒロインゴルフツアー第3戦マイナビカップ初日9日森永高滝カントリークラブ千葉県6230ヤードパー72初日をイーブンパー9位タイで終えた脇本花の妹桜は今大会が2023年8月以来の出場3日金曜日には25歳の誕生日を迎え出場資格が 2024年12月31日時点で、満25歳以下となる同ツアーではあっという間にラストイヤーとなった。21年にはヘルニアを発症し、その後座骨神経痛に発展。一時は私生活に支障が出るほどの痛みに悩まされた。故障後は日々トレーニングやストレッチを行う中で、自分の体を知れるようになったし、考えるようになった、と今は前向きに捉えているが、 もうゴルフができないかも、とメンタル面で苦しんだ時期もあった。桜は今年の冬に地元宮崎で、男子プロゴルファーで A 級シードを保持する片山慎吾と合宿を行った。そこで教えてもらったワンポイントを継続的に取り組んだ結果、自分のイメージする球になってきた、と、ようやく光が見え始めた。もともとドローヒッターの脇元だが、 高いドローボールが打てるようになったことでショットへの恐怖心が払拭。自身のイメージとターゲットに対する球の出し方が少しずつ噛み合うようになってきている。平均飛距離240ヤードのドライバーも試合になると、なぜかわからないけど、と260ヤードほど飛ぶという。試合でしか見られない豪快な飛距離と好調なショットに注目だ。最終日は一打一打を大事に、 バーディを取れるところを取って、コツコツやっていきたい、と意気込む。苦しかった時期を乗り越え、改心した桜の目標は、プロテスト合格、の一択。そこに向けて、たくさん試合に出て、今年こそ優勝したい、都道ツアー自身のラストシーズンで初優勝を狙う。一方で国内女子ツアー1勝の植竹け希望を姉に持つ学み、なるみ、は、2アンダー。 首位イで初日を終えた。今日のプレーを90点と評価した。2年前からスイング改造に取り組んだ。やっとスイングが固まってきて理想に近づいていると話す上竹は2バーディノーボギーの70でラウンド。良くなっているのが目に見て分かった。練習を頑張れば結果もついてくる。 試行錯誤を繰り返しながら取り組んだスイング改造の成果が少しずつ出ている。また、曲がり幅や内訳ができるようになったこともドッグレッグの多い森永高滝 CC、千葉県の攻略となり、アンダーパーで回る結果につながった。姉、希望は4月から右股関節心損傷の治療に専念している。もともと、調子がいい時期が被らない姉妹だけにナミは、 お姉ちゃんが休養中だから頑張りたいといつも以上に気合が入っている。姉妹でツアーに参戦して優勝争いをするという夢を叶えるためにも最終日は楽しく伸ばせるだけ伸ばしたいと意気込んだ。文、小池文子。